今日は夢の話をしようと思います。ただですね、夢というと、大きく分けると二つイメージ湧くと思うんですよ。まあ、一つはね、これを成し遂げたいとかね、ここに武道館でライブやりたいとか、甲子園行きたいとかっていう、こう、大きな目標という意味の夢と。で、もう一つは、寝てる時に見る夢。今日は、 寝てる時の夢です。<laughs> そっちかいって思った人いますよね。きっとカモさんのことだから大きな目標の方を言うんだろうと。いよいよ武道館って言うのかと。そう思った方いるかもしれませんが、違います。今日は寝てる時の夢の話をしようと思います。<laughs> 僕基本的にそんな夢見ない。皆さんどうですか夢ってどれぐらい見ますどれぐらい見ますってこれ単位がないんでね。 じゃあもう今日はコメント欄にあの夢どれぐらいの割合で見てるかちょっと皆さん書いてください単位は月何回でいきます月何回例えば月4回って言ったら週に1回ぐらい見てる人ね月1って言ったら月1回ぐらいで月0.1って言ったら10か月に1回ぐらいこの月単位で夢を測るというルールになりました今日から。 なので、コメント欄にね、あの、ぜひ、自分は、まず、夢頻度、0.5です、みたいな感じで。で、ど,どんな、んで、今日のテーマはね、夢、夢ってそんなに毎日見ることないと思うんですよ。その、月1とか、月0.5とか、その辺の人が多いんじゃないかなと、僕は、ある程度予測してるんですけれども、その時に見る夢、なんかパターンないですか、と。 私、パターンがありますっていう話を今日しようと思います。夢のパターンです。で、まず子供の頃の話をすると僕ね、子供の頃ね、月10ぐらい夢見てたなって思うんですよ。結構な頻度で見ていて、夢見ながら目覚めるって多かったんですよね。で、大きく分けると2パターンあったんです、子供の時の夢って。1つ目、もうね、怖い夢。わ、結構見ましたね。怖い夢。なんかね、追っかけられてたりするんですよ。 でな何に追っかけられてたかは夢をから覚めた後も分かんないんですよ、怖くないですか、あのー、ホラー映画とか僕、苦手であんまり見ないんですけど、最初からゾンビがバンバン出てくるやつよりも、もうね、終盤まで何か分かんないやつに、なんか、殺されたりとか、何か分かんないやつが近くまで来てるけど、まだ出会わないやつが、僕は怖いです。 もうそれはね、ちっちゃい頃見た夢もそうなんですよ。なんか追っかけられてるんですよ。気配は感じるんですよ。なんか時には音とかもするんですよ。だけどね、結局なんだかわからない。あのやつ。あいつ。まずそのパターン。で、もう一つは、めちゃくちゃこうだったらいいなって思ってるやつを実際に行ってる夢。多かったのはね、空飛んでるやつ。空飛んでるんですよ。生身のままです。で、どういう風に僕飛んでたかっていうと、 あの海中海の中を泳いでるように飛ぶです、まあ、そもそも海の中そんなにうまく泳いだことないんですけどイメージですよ手を描いたりするとねその分だけちょっと体が浮くってやつですでゆわって早く描くとググググググーって結構あの街のマンションとかの上まで上がれてでスースーってこう空気を描いていると同じところの高さを前に進めるっていう悲鳴 によく見たもうだい,たいだい大体この夢が多かったですねつまりここまでを僕の中で整理するとむちゃくちゃ強く思い描いていることかとにかくこれだけは避けたいって強く本能的に思っていることこれが起きてる時にもあるが夢の中にまで侵食してて生きあふれかえって夢の中まで入り込んでるっていうのが鴨頭嘉人にとっての寝てる時の 夢。で、大人になってからの話ですよ。私、もう今年で数え年で言うと57歳になります。その鴨頭氏と夢、最近ちょっと見るようになってきました。えー、月1から月2ぐらいのペース。前はね、月0.3みたいな。0.1みたいな感じだったんですけどね。この数年、夢見るんですよ。で、最近、まあ、特に今日ですね。 起きた瞬間にこの夢の続き見たかった何だったんだろうと思ったのがですねメモ帳を買いに行ってるんですよメモ帳ですでこのメモ帳を何で買いに行ってるかなかなか売ってるとこがなくてなんかこう何だあれショッピングセンターみたいなとこでメモ帳ありますかっていろんなお店雑貨屋さんとかで聞いててなかなかなくてやっとメモ帳を見つけて買ってレジでお会計し終わって さあそのメモ帳に絶対書き残しておかなきゃって思ったことを書く前に目が覚めるさあこの夢何でしょう現実の何が夢に侵食してきているでしょうもう分かっていただけましたかボイシーです <laughs> ボイシーで何をしゃべるかもずっと考えてるんですよね 実際に、あの、こう、ボイシーを、こう、何を喋るかっていうことは、現実に起きてることの中から気づいたこととか、現実に今チャレンジしてることじゃないですか。ね例えば、まあ、ボイシースポンサーの方が今やってることを最初にね、広告枠で喋らせていただいたり、本編でもね、今だったらカモビズですよ。もう本当にカモビズみんなに入ってほしいと、心の底から僕思ってますよ。 だって今もうビジネスそんな楽勝な人いないわけじゃないですか。それは会社経営者で言えば会社を存続させるだけでめちゃくちゃ大変なわけでしょ。でもね、カモビズにはね、そのための選択肢がね、もう月に何十個も、年間に何百個もこんな打ち手を取ったら会社って潰れないよねっていうヒントが散りばめられまくってるんですよ。 これ月1万円払ったら数百個の打ち手が手に入るのに入ってない人ゼロなんですよもったいないじゃないですか経営者にとって月1万円で打ち手が数百個入るなんてもう安すぎて安すぎて困っちゃうわけですよでもそれ知らないだけで手に入れられなかったりするのって本当にもったいないなと思ってるし会社員の人で言うと 会社に入ってればもう安泰っていう時代じゃないってもう嫌というほど身に染みてますよね。やっぱり自分でもちゃんとビジネスをやっていく力を身につけて、その後転職するなり独立するなりっていうのもやった方がいいし、いや、うちの会社は結果的に潰れなかったよっていう方にとっても、自分自身のビジネス力が高まれば、あなたが愛している大好きな、その会社の役に立てるわけでしょ。 上司を喜ばせて出世もできるわけじゃないですかその機会を逃してるってめっちゃもったいないなと思ってるわけですよでそのカモビズに入ってほしいからこそこのボイシーでもあこの放送を聞いててよかったなって思ってくださる方、ね、今はね数千人から数万人いらっしゃいますけど増えてほしいと思ってますよっていうふうに全部つながってるんですね だから僕の場合はまあビジネスとコミュニケーション。これがメインのお仕事なので、コミュニケーションで悩んでいる人やビジネスで悩んでいる人の役に立つっていうのが鴨頭義人のビジネスマンとしての役割。それを一番伝えているのがこのボイシーです。ボイシーが一番伝えてるんですよ。なので、このボイシーを聞いてくださる方、聞き続けてくださる方のことをずっとずっと とも起きてる間考えてますそのもう起きてる時間だけじゃ足りなくなってついに夢に侵食してきてますもうね昨日明確にね3つ伝えることが思い浮かんだんですよ夢の中ででそれでもほら起きた時に忘れちゃうじゃんあれ不思議ね夢見てる時ってこれ夢だって知ってる時はないですか僕あるんですよあこれ夢だってわかるんですよで夢が覚めた時にこれ忘れたくないなって思ったんですよ これせっかくボイシーで喋るコンテンツ3つ出てきたのに、これ喋んないと嫌じゃないですか。それをメモ帳に書けばね、起きた後にそのメモ帳を見てボイシーで喋れるなと思ってメモ帳を探しまくって、やっと買ったんですよ、夢の中で。で、レジに、で、お金払ったんですよ。で、3つ書く前に目が覚めました。なので、その3つはなんだかわからない。 でも起きた時に僕気がついたんですよ。俺そこまでしてボイシーで人の役に立つような放送をやりたいって思ってんだなって。ボイシーパーソナリティの鏡じゃねえかと自分のことを思ったので、今日はそのことをリスナーの皆様にお伝えしました。あのー、そしてあの僕はもうとにかくコミュニケーションの学校とかダイナミックスピーキングアカデミーとかオンラインサロンのカモビズに みんなに来てほしいって心の底から思ってます。そのためにボイシー頑張っております。暇だから喋ってんじゃない。ちゃんと目的があって学んでほしいからボイシーをやってるよということが伝われば嬉しいです。ということで今日という一日が皆さんとって最高な一日になりますように。せーの。いいね。もうボイシー聞き続けてほしい。鴨水に入ってほしい。もう夢です。 夢に侵食してきている僕の強い思い学んで一緒に幸せにな。